日は10月30日後楽園ホール大会カード発表会見にお越しいただきましてありがとうございます。それでは第一試合から発表させていただきます。第一試合カード見て出場予定選手、七瀬アリス、安住、米山香織。第二試合、安納沙織チャレンジマッチ4、15分一本勝負、岩谷真由 VS 安納沙織。第3試合、インターナショナル6人タッグマッチ、20分一本勝負、サンタナ・ゲレット、ケイシー・オーエンス、リア・オーエンス対、サンダー・ロサ、ハリテッド、クリス・ウルフ。クリス・ウルフ先生、お願いします。Hello, it's Chris Wolf. And today I'm alone because I'm not really sure why. Oh, everyone's in America. Oh, wasareta, kyou, asuka inai. All right.That's okay. じゃあ、リセット。大丈夫。日本語で、ああ、はい。OK。じゃあ、お願いします。So, it'll be Oedo Tai versus Santana Garrett and the Owens twins. I've never met the Owens twins, but they look delicious.まあ、とにかく今日はあの会見ということで、大江戸隊と、サンタナ・ギャレット、あと、大江戸ツインズということで、まあ、大江戸ツインズには会ったことはないんだけども、多分彼女たちはきっとおいしいでしょうということです。ありがとうございました。続きましてアーティストオブスターダム選手権試合30分一本勝負、王者チーム木村京子、花月木村花対、挑戦者渡辺桃、ジャングル京奈、三村ひろみ。王者チーム大江戸隊は初の防衛戦となります。倒されてきてないんですけど。おい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 、お前らもうこの今日何呼び出してんの？しゃべったのかした。何喋ればいいの？めんどくせえんだけど。まあいいや、座ってやるよ。汚ねえ。すごいかっこいいですね。草厚いのに。どっから来たんですかね。はいはい。じゃあいつものいいですか。すいません。じゃんじゃん投げてぐるぐる回せ、どんな相手も投げ倒す密林パワー全開、ジャングル強な。はい、残響です。いよいよルーキーズに最大のチャンスが到来しましたよ。来ましたね。来たね。はい、これで、アーティスト王座3度目の挑戦になります。うん、3度目ということで3度目の正直です。はい、木村花、本当ね、木村花は親の七光で、まるでね、泥棒のようにね、このアーティストのベルトをね、取っていきましたよ。ね、泥棒はね、我々退治しますよ。うー、退治しますよ。はい、ということで、この1年、もうすぐね、私はデビューして1年経つんですよ。ずっと終えたばっかってやってきて、か月も本当にいい加減ね、私がね、このね、戦いね、集結させますか。やりにくい。三村ひろみです。私も木村花が気に食わない。そうですね、この木村花を倒して大江戸隊を分断して、私たちルーキーズがベルトを取ります。何、もういいの？はい、どうも、スターダムの二冠王になりました、花月様です。だいたいさ、何、コラケンでタイトルマッチ、お前らよ、別にさ、タイトルマッチするような顔でもねえしさ、だいたい一人少ねえんだよ。なんかこの間のチャチャ入れたもう一人、
いましたっけ。いたよね、なんか大体よ、お前らよ、花月様とど花様が名前を呼び捨てに呼ぶんじゃねえよ、バカ。うちら今日、リムジンで来たからさ、ベルト忘れちゃった。嘘じゃ、嘘じゃねえよ、ほら。うちらちゃんとこうやって服も決めてんだよ。うるせえ、うるせえ。かっこいいだろ。お前ら、ダッセー格好してんなよ、おい。王者になったらこんなに違うんだよ、かっこよくなるんだよ。まあお前らまだまだ勝てそうにないから、せいぜい頑張って練習でも服装チェックでもしてればいいよ。お前らだったら花様一人で十分じゃないのねえ。なんか言ったって。どうも、親の七光こと木村花です。ありがとうございます。でもベルト3つ取ってしまったらもう親の七光とか言えないと思うんですよ。はい。なのであなたたちがどんなにギャー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 わめこうと騒ごうと関係ないですね。後楽園ホール私に挑戦して結局泣くことになればいいと思います。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございました。言い返す言葉もない。言葉もない。呆れて。呆れた。切れ替えても。呆れた。ああ。誰かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。あ、お願いします。質問というか、リグジンで来たということなんですけど、はい、リグジン見せていただいていいですか。リグジン下に止まってます。あ、じゃあ見せていただいていいですか。はい、どうぞ。帰り。帰り。持っていきます。はい。ヨーロッパお願いします。いいですよ、はい、必ず乗せてください。わかりました。こちらからお願いします。勝負王者北条かいり対挑戦者チェルシーグリーン。王者北条かいりは3度目の防衛戦となります。はい、第8代ワンダーオブスターダムチャンピオン、海賊王者の北条かいりです。この度、やっとですね、やっとずっとやりたかったんですけど、白いベルトの防衛戦、3度目になります。そして皆さん相手が気になっていたと思うんですけども、この度、カナダ出身のチェルシー・グリーン選手、チェルシー・グリーン選手、皆さんご存知ですかね。チェルシー・グリーンが、挑戦したいというふうに、連絡が来たみたいでですね、私はもう誰でも受けて立つつもりだったので快く OK したいと思います。でもですね、3回目、実は3回とも、外国人選手との防衛戦です。これは私にとっても試練だなと思っていますね。でチェルシー・グリーン選手、過去にもね、スターダムで、試合をしにやってきたことがあるんですけど、正直私はチェルシーの記憶があまりない、もう一人のチェルシーの記憶しかないんですよ。でもチェルシー・グリーンはすごい背が高くて美人で手足が長いっていうイメージだけですね。試合はどんな試合をしてくるのか正直わかんないんですけど、今なんか聞いた話によると、TNA アメリカの TNA という団体でね、すごく活躍しているそうなので、うん、そこはレベル、試合のレベルもかなり高そうなので期待してください。私ももちろん前回はバイパーというね、本当に強敵を倒してきてますので、このベルトの価値をあとはどんどん上げていくだけだと思っていますので、必ずチェルシー・グリーンも引き出した上で、はい、私が料理をして、はい、がっつりこの白いベルトは北条かいりの腰に
あり続けることでしょう。挑戦者尾藤陽子、王者伊代は7度目の防衛戦となります。ファイブスターグランプリ2016優勝者尾藤陽子です。次の優勝したので次の目標はやっぱりこの赤いベルトを私が取ることです。伊代さんとは、つい最近何回か試合で当たったんですけども、やっぱり私のキックが当たれば一発でもう流れが変わって、もういつかもうその後楽園の時にこのベルトは私のものになるので期待していてください。第7代ワールドオブスターのチャンピオン、白井優です。早7度目の防衛ということなんですけれども、対するが尾藤陽子ですね。はい。ここ最近何度か試合していると言ってたんですけれども、本人は、ただ全てタッグマッチでね、他の選手というか1対1でやったわけではないので、まだ全ての実力どころか、ほとんど実力をね、自分の中では尾藤陽子に対して出し切ってはいないので、今回のタイトルマッチでしっかり結果によって思い知らせてやろうとは思ってます。ただ、2016年度ファイブスターグランプリ優勝者というね、肩書きは、伊達ではないとは思うので、伊達ではないのか、もしくはまぐれなのか、そこは白井伊代というね、私の存在をもってして尾藤陽子の実力を測りたいと思ってます。でも最後にこのベルトを腰に巻いているのは必ずこの私、白井伊代です。応援のフォローよろしくお願いします。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。なかなか結果が出せず、どんどんベルトがこうなくなっていったりする、その辺のちょっと危機感というか、痛いところを疲れましたね。はい。おっしゃる通り、一時は4本のベルトをね、もう巻ききれないぐらいのベルトを巻いてはいたものの、今は残すところって言い方もあれなんですけども、このワールドオブスターダム1本のみになってはしまったんですけども、だからこそね、この1本だけはもう絶対に死守しなきゃいけない、し、この1本だけに集中できるっていうね、そういう捉え方もできますので、いやここまで来て赤いベルト流出喪失、それはもうちょっとエース転落とも言われかねないので、
マーカイベルトとエースの座と、もう何が何でもがむしゃらに、はい、どんなことがあろうとも脳震盪を起こそうとも骨折れようとも絶対に守ってやろうと思ってます。井岡選手に質問なんですけども、ファイブスターグランプリの開幕前に決勝の相手に尾藤選手を指名して、まあ、尾藤選手はまあ決勝が出てきて優勝しましたが、井岡選手は上がれなかったと。でこういう形でタイトルマッチが実現するということに関してはどう考えていますか。そうですね、まあ、理想はというか私の構想の中では自分が、レッドスターズの決勝進出して、でビトヨコがブルースターズの決勝進出して優勝を争うっていう、もう実際には私は不甲斐なく、予選敗退ということで決勝戦を指をくわえて見てるしかなかったんですけども、まあ、その悔しさと現実、まあ、ただやっぱりリーグ戦なので他の選手のね、あの星だったりあの点数で決勝戦行く行かないっていうのがやっぱ出てくるので、まあ、北条海里があの脳震盪でね、あの欠場してしまったようにこう他の人によっていろいろ結果が左右される部分もリーグ戦にはなきにしもあらずなので、まあ、リーグ戦の優勝決定戦で直接対決できなかったことは自分も不甲斐ないし悔しいんですけれども、優勝できなかったことも自分は悔しいんですけれども、まあ、それはそれということで、その肩書きはその肩書きでまた別として、まあ、今回はベルトをかけて、でまたそれも尾藤陽子自身が望んだということなので、もう気持ち切り替えて本当にもうベルトを死守するしかないなと思いますし、まあ、5スターは5スターで優勝を決めるものであって今回はこのベルトを守ること、そういった意味合いがやっぱり変わってきますので、まあ、試合の内容だったりかける思いっていうものももちろん負けたくないという気持ちは大前提あります。勝つという気持ちでもそれとはまた違ったものをね、自分はタイトルマッチの中で表現していきたい、ぶつけていきたい、そういうふうに思ってます。ありがとうございました。他にご質問お願いします。伊藤選手は改めてなんですけど、はい、赤いベルトに対する思いというのはいかがですか。はい、そうですね、赤いベルトトーナメントマッチ、トーナメントの時に、決勝まで残って最後高橋七重選手に負けてしまってとってもすごい悔しい思いをしているので、やっぱりもう私は別に捨てるものもない、守るものもない、全てぶつけてこの赤いベルトを取るし、もう本当に全力で取りに行きたいと思っているので、でもすごいやっぱり、腰に巻きたいもの、一番今本当に巻きたいものなので、これは取りに行きたいと思ってます。何ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。では写真撮影をお願いいたします。お願いします。はい、下10月23日より開幕する第6回ゴッテスト・オブ・スターダム100リーグ戦各チーム発表させていただきます。レッド・ゴッテス出場チーム、白井ヨアン&岩谷真由、渡辺ボマ&ジャングル・京奈、カゲツ&クリス・ウルフ、オーエンス・シスターズ、ゴッテス・オブ・ブルー・ゴッテス出場チーム、尾藤陽子&北条海里、三村ひろみ&安納沙織、サンタナ・ギャレット&チェルシー・グリーン、サンダー・ロサ&ハリテッド。それでは、伊藤選手から意気込みの方お願いします。
はい、今年もタッグリーグ戦のね、季節がやってきたということなんですけれども、去年はタッグトーナメントだったんでしたっけ。はい、今年何チームエントリーしている。6チーム。はい、今年はですね、8チーム。はい、8チーム。今年はリーグ戦でやることができるっていうことなので、まあ、やっぱりトーナメントは1回負けてしまうと終わりで、せっかくのこういいタッグチームが出てきたとしても、あのタッグチームと試合したいなって思ってたのに、あ、脱落しちゃったみたいなことが結構起きてたので、まあ、そういうのですごいなんかこうあっという間にあっけなく終わってしまう部分があったんですけども、今年はリーグ戦ということなので、まあ、タッグの持ち味と良さをね存分に、だ各チームの個性をねしっかり出した上で、こう自分たちも、まあ、ある意味勉強だったり楽しんだりね、した部分を見せて、お客さんにも、すごく楽しんでもらえればと思いますし、まあ、その上でねやっぱり一番組んでる歴がきっと長いのはサンダロックかなと思ってたんですけども、オーエンズシスターズっていうのがね今回アメリカからやってくるんですよ。でその2人は私たちがねアメリカじゃないヨーロッパ遠征に行った際に、私も、片方お姉さんだか妹だかちょっとわかんないですけどもと赤いベルトをかけて戦ったりとかしてて、まあ、タッグチームとして双子なんですよね。すごく面白いタッグチームがいたりするので、もう今年は骨のありそうなやつらばっかりだなと思ってるので、サンダーロック楽しみにしてます。はい、続きまして渡辺桃亜とジャングル京奈、ジャングル京奈選手お願いいたします。渡辺桃亜選手と、タッグパートナータッグを組ませていただいていますジャングル京奈ジャンキョーです。私たちは、JK グリーンというタッグチームなんですけども、結成してもう10ヶ月経つんですね。はい、まあ、なかなかこの1年間ずっとこうタッグパートナーとして桃選手と一緒にこう戦ってきたわけなんですけども、まあ、先日は、5スターグランプリで、渡辺桃選手と、タッグではなくて、まあ、対峙して戦うっていうこともあって、自分たちは、まあ、このタッグリーグを見据えて、先日もこう戦ってお互いにこうレベルアップしていこうっていう気持ちで、いました。もうとにかく、この1年間このタッグリーグに向けてお互いにスキルアップレベルアップしていこうって決めていましたので、やっと来たなっていう感じですね。はい、自分たちの時代、ここでねジャングルの嵐といいますか、まあ、JK グリーンの嵐をねこう作ってリーグ戦をねかき乱していきたいな、そういう思いでいます。頑張りましょう。続きまして、カゲツ&クリス・ウルフ、両選手お願いいたします。はい、じゃあ今回これは真面目にいきましょうか。真面目にね、yeah. うちらタッグ結成して2日です。この間の新木場でチームをねタッグチーム、で行くっていう風に決めたんですけども、まあサンダーロックが長い歴があるとかなんかそんな風になんか言ってるんですけど、まあなんか長さとかじゃないような気がしますね。うちらはやっぱり絆がありますんで、クリスだってスターダム一番古いでしょ、覚えたい中で。まあそういう意味も込めてうちらが絆で優勝するんじゃないのかなと思います。まあ頭もいい方だと思うので楽しみにしていただければいいかなと思いますね、クリス。 Yeah. So what I like about Kagetsu, Kagetsu means moon and I'm the wolf. So I think with our combination we can be something powerful. That's right, Thunder Rock. Why are you called Thunder Rock?Does your rock make lots of noise? I don't know. But I know what kind of noise I make. Anyways, let's have a lot of fun and kick some people in the face. ありがとうございました。カゲツって月っていう意味でしょ。Yes. 私は狼。で、
このコンビっていうのはもう絶妙なコンビであって、これが組むことによって非常にパワフルになる。で、サンダーロックも相手じゃない。で、私が超えるし、それで相手を倒してやる。で、タクリル戦がすごい楽しみだった。楽しみです。なぜならば相手を蹴っ飛ばすことができる。ありがとうございました。ありがとう。尾陽選手お願いいたします。はい、お願いします。私はですね、デビューしてちょっと経った頃にすごい記憶に残ってるのが、陽子さんと柚月さんがタッグを組んで、川崎葛飾に挑んだ試合ですね。あの試合を私は見て、セコンドから見てたんですけど、ああタックっていいなって、タックってこんなにタックの試合ってこんなに感動するんだとか、タックってすごいなっていう風にね、あの瞬間セコンドから見て覚えてる記憶があります。それで私はその後七回りや豊昇天女でタッグをすごいいろいろやらせていただく経験があって、タッグの良さを本当に、豊昇天女でも、七回りでも経験してきて、そしてこの度ですね、帰ってきた陽子さんと一緒にこうやって元ね全力女子で組んでいたユニットを組んでいた陽子さんとこうしてタッグを組めるっていうのは本当に素直に嬉しい気持ちでいっぱいです。で、陽子さんは私にとって昔も先輩でしたし、今もまあちょっと順序は戻ってきたっていうことになってるんですけど、私にとってはずっとなんだろうな、プライベートでもお姉さんのような感覚だし、お姉さんのような感覚でもあるし、なんか同志というかすごい気軽に話せるような仲でもあると私は思っていまして、今回タッグをね2人でしっかり組むのは実は初めてですよね。はい、なのでどうなるかすごくワクワクしてます。なんかすごい、不安はないですね。全然なんか何を2人で生み出せるのかなっていうのが楽しみです。はい、やっぱり組むからにはね全勝でいきたいですね。はい、陽子さんが蹴りなら私はエルボーがあるので、それぞれのね、特性を生かしながら、はい、一戦一戦楽しんでいきたいと思います。はい、初代ゴッテスオブスターダム王者尾藤陽子です。そうですね、残念ながら2012年に私がちょっと怪我をしてしまって返上という形になってしまって、とっても本当に悔しい思いと辛い思いをして、でもこうやってまた全力女子で一緒に組んでいた北條かえりと一緒に組むことができて、本当にすごい心の底から嬉しいと思ってます。なのでもう本当に何だろう、いいタッグパートナーがいるので不安本当にないし、ワクワクでしかないし、もう優勝まっしぐらだと思ってるので、もうこのペアだとね、もう全然負ける気がしない。頑張ろう。はい、お願いします。ありがとうございました。それでは写真撮影お願いします。タッグチームで安野沙織選手と組むことになりました。三村ひろみです。私はですね、
海広海賊団というカイリさんとのタッグを組んでいて、やっぱりカイリさんへの憧れもすごく大きくて、カイリさんと組むんじゃないかって周りからも言われていたし、自分でもカイリさんと組みたいっていう気持ちはずっとあったんですけど、この間新木場大会で沙織選手と、15分ドローという試合をやらせていただいて、その中ですごく彼女から熱い気持ちを感じたし、自分もすごくすごく熱い気持ちをぶつけられたと思います。その中で、あの選手からタッグリーグがあるので組みたいっていうことを聞いて、私その人からなんか一緒にやりたいとか言われたの初めてで、なんかすごい嬉しくて、でやっぱりあのカイリさんとの後楽園でのシングルの時にも、こう自分でなんていうか出し切れなかった悔しさっていうのもあり、カイリさんとはやっぱりこうバチバチとぶつかって、自分もこれからまだまだ成長していきたいなっていう気持ちもあって、その沙織選手から組みたいって言われたので、私もぜひということで今回あの選手と組むことになりました。自分たちはですね、タッグは、組んだことはあるんですけど、実際そんなに一緒にやった回数も多くはないんですけど、実はお互いに不屈という言葉、これがキーワードになっておりまして、この不屈タッグとして私たちはこのタッグリーグの台風の目になりたいと思います。よろしくお願いします。すいません、こちらお願いします。あ、ソネコお願いします。はい、いいですか。はい、ではお願いします。